一単語をですね、まあ本当に会話の中で投入するだけでですね、それがですね、会話のつなぎ言葉、相槌になっていったりとかっていうふうになるんですね。皆さん、こんにちは。ケンペネル静子です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、ちょっとした相槌、なんかこういつも同じことで返してるってなんかちょっとつまんないじゃないですか。だから、10個ぐらいですね、違った形で相槌があるよっていうのを、これ使えるんだよっていうのを認識していただくためにですね、簡単なのを10個ぐらいお伝えしたいと思いますね。だって会話の中でですね、何かを言われても、なんか長く言い返す必要ってそんなにないわけなんですよ。ただ聞いてほしいだけで話してくる人もたくさんいるので、それに相槌を返すっていう習慣があればですね、十分なんか楽しく会話が盛り上がるっていうのもあると思うんですね。なので、例えばじゃあ先週沖縄行ってきたよとかっていう人がいたとしたら、その人は何を望んでかっていうとですね、行ってきたってすごいねって言ってほしいし、どんなとこだったって聞いてほしいし、なんかこうそういうのを期待してるわけじゃないですか。だから日本語でもどうだったとかですね、いいねとかっていうことで返して会話になっていくわけですね。だから英語も同じで、例えば誰かが I went to Okinawa last weekend I went to Okinawa last weekend のウィークエンド、週末に沖縄行ってきたよって言われた時に言えるのはこんなのがあるよ。まあ1個だけだと物足りないので、いくつかご紹介したいと思います。まずはこんな感じで、あはん、あはん、まあ、あはんですね、まあはんなんですけれど、そんな感じで言えたりとかですね。あとはそうですね、わお、ちょっと驚いた感じで、わお。そしてですね、もうちょっとそれよりも驚いた感じがあるのがですね、わお、わお。だからまあそれは温度差ですね。どれくらい自分が驚いたかで使い分けられるといいんじゃないかなと思いますね。あとですね、 Really? 本当?って感じで Really? Really? っていう風に聞いてあげる、聞き返してあげるっていうのもいいんじゃないかなと思います。本当?って聞いてるのは疑ってるわけじゃなくて、本当?って感じですよね。だからそんな感じで使ってあげるのもいいのかなと思います。あとはですね、 Nice。 やっぱりみんな褒めてもらえるの好きじゃないですか。だから相槌のナイスであったりとかですね、あとグッドっていうのも褒めてもらってる感じですね。いいねって感じですね。グッド、それもいいんじゃないかなと思いますよ。あとはですね、あ、本当、さっきウィリーって言ったんですけど、同じように I see I see、 あ、そうだったんだみたいな感じで I see っていうのも全然ありだと思います。あとはですね、 Right、なんか前に聞いていたとか、行くって言ってたよねっていうのを知ってるときはですね、 Right、 そういうと言ってたねっていうのもちょっと意味合いも含めた感じで Right っていう風に返すのも全然いいのかなと思いますよ。そしてですね、あとはですね、 Sure Sure、 あ、そういうとそう言ってたね感ですよね。それって Sure っていう風に言ってあげるのもなかなか、伝わるんじゃないかなと思います。あとはそうですね、あ、True?True? 本当、真実なの?本当に言ったの?みたいな感じで、True? っていう風に言ってあげるのもいいのかなと思いますよ。これらだけじゃなくって、もっといろんなのがあります。本当に一単語をですね、まあ本当に会話の中で投入するだけでですね、それがですね、会話のつなぎ言葉、相槌になっていったりとかっていう風になるんですね。だから皆さんも、まあここ10個あります。とりあえずこれを使いこなせるようにしていただいてですね、あとはまあそれなりに自分なりに、こんなのも使えるんじゃないかなと思ってトライなさるのもいいんじゃないかな。でそれ間違っちゃったら、はあ、間違ったで全然大丈夫ですし、とりあえずやってみることが重要かなと思います。今日お伝えした10個に関しては絶対間違わない相槌なので、ぜひ使ってください。これも引き出しの中に入れておいて、必要な時に必ず使えるようにしてくださいね。練習してみてください。それではまたお会いしましょう。 See you soon。 この度皆さんの声にお答えして、いつでも気軽に学べる YouTube チャンネルを始めます。空き時間に英語を学びたい、毎日の習慣にしたい、そんなあなたの英語スイッチを入れるチャンネルにしますので、ぜひご覧ください。